成る幸い安しな幸い安氏は日本の政治家、初代神戸市長、市営の上水道事業実現に取り組み、水道市長と呼ばれた、京都府出身。1849年、京都に生まれる。聖家は寺侍であった。東京帝国大学卒業後、1873年から、兵庫県で小学校教員、県警歯科職員、県事保などを務める。 その後兵庫県知事、内海忠勝の下で諸務課長として、当格を表した成田木は、内海の懐刀と呼ばれるようになり、神戸区長に任命された。この時内海からは、市政志行への準備を指示されており、市政志行後の1889年5月に、そのまま、神戸市初代市長に就任した。市長就任当時、神戸市は急速な都市化への対応を迫られており、 とりわけ飲料水確保のため上水道の建設が課題として持ち上がっていた。神戸では1877年以降、たびたびこれらが発生していたが、そのことと飲料水の確保を井戸水に頼っていたこととの関連が指摘され、続けていた。兵庫県は、市政施行前の1887年に、ヘンリー・エス・パーマーに上水道建設を打診して、 以降上水道建設に向けて動いていたが、財政難を抱える神戸区にとって数十万円に上る工事費がネックとなった。1889年の司会で、水道事業は市営とし、当面は調査するという結論が出ると、なるたきは司会議員への説明を重ね、1893年7月の司会でようやく関連条例案を成立させた。 工事の起工式が行われたのは、さらに4年後の1897年5月で、1900年に市内への給水が開始された。当初115万円であった、予算額は392万円に膨れ上がり、ナルタキは、司会で、厳しい追求を受けた。ナルタキは、水道市長と呼ばれ、カラス原塩亭,亭取水口に、功労者として、名前が刻まれている。 1901年5月20日をもって市長を退任した後は、神戸銀行、兵庫県農工銀行、神戸新宅の頭取りを務めた。1902年、菅浦神城小学校創立に加わった。1925年死去。ありがとうございます。